原禄地震の震度分布。原禄地震は、原禄1 6年11月23日午前2時頃、関東地方を襲った巨大地震。震源は、相模トラフ沿いの統計139.8度、北緯34.7度の地点と推定され、房総半島南端の千葉県の野島崎付近にあたる。マグニチュードは7.9から8.5と推定されている。 元禄大地震あるいは元禄の大地震とも呼ばれ、大正関東地震に対比して、元禄関東地震の名称もしばしば使用される。大正12年に起きた関東地震と類似のタイプの海溝型地震である上に、震源分布図も類似することから、大正関東地震以前の相模トラフ巨大地震と考えられている。ただし、地殻変動は大正関東地震よりも大きいものであった。 大規模な地盤変動を伴い、震源地にあたる南房総では、海底平面が隆起して、断球を形成した、原禄断球が分布し、野島岬は、沖合の小島から、地続きの岬に変貌したという。江戸時代中期の元禄から宝永年間は、巨大地震、噴火が続発した時期であり、本地震の4年後の宝永4年には M8.4 から8.6と推定される、宝永地震、 および法永大噴火も発生している。元禄十六年期日11月23日を中の、牛国関東地方諸国は激しい揺れに襲われた。古記録には、日付が22日夜牛国あるいは22日夜8、つと記されているものも多く、当時は1日の境界は厳密でなく、夜牛国と表せば、現代の歴法でいう夜半過ぎの翌日、牛国のことを指す。 楽ただ道と白くには、今行八つ、半時計の大地震によりて、吉安、吉里急手途上す。大手の堀の水あふれて、橋の上を越すによりて友の姿勢にふてかく、昼の八つ時過ぎに退出す。夜にいるて地震止めされば四つ、時吉安、途上して宿直すとあり、江戸城の大手門付近の堀の水が溢れるほどで、あったと記録されている。終わり藩のおたたみ行。 朝日文左衛門絵章の日記、大室中期には、牛に天地震、吉久寺起震符、しかも新返しあり、とあり、名古屋において長い地震動があり、余震があったことが記されている。また、九行、この絵元広の日記である、元広後期には、折々光り物、白木屋藩に、愛見え猿公と記され、夜中に発光現象があったことが記されている。さらに、 甲府徳川家に仕えていた、新井白石は、折りたく芝の木において、我が初湯島に住む市日、元禄十六規備の年十一月二十二日の夜半、過ぎるほどに、千尾田正しく新日、と地震の体験談を記している。本地震の約二時間後、同日午前四時頃に、文後国有不院付近を信号とする、M6.5 程度の地震が発生した。震源は浅く、最大震度六程度。 宮内寮で、海や落石直撃により死者1名。江戸では、比較的被害が軽微で、江戸城所門や板所、各藩の藩邸や長屋、町屋などでは、建物倒壊による被害が出た。平塚と品川で液状化現象が起こり、朝起きたら一面で水が溜まっていたなどの記録がある。相模灘沿いや房総半島南部で被害が大きく、相模国の小田原城下では、 地震後に大火が発生し、小田原城の天守も消失する壊滅的被害を及ぼし、小田原領内の東海家屋約8000戸、死者約2300名、東海道の諸宿場でも家屋が倒壊し、川崎塾から小田原塾までの被害が顕著であった。原録地震では、地震道は箱根を境に、東国で花肌しく西側は緩くなり、方影地震では逆に、 箱根を境に、西側で花肌しく、関東は緩かったという。和佐国をはじめ、関東全体で12カ所から、出火、被災者、約3万7千人と推定される。地震7日後の11月29日取下国、小石川の水戸最小五天屋敷内長屋より出火。はじめは、西南の風により本郷の方が焼け、西北の風に変わり本城まで消失した。この火災は、 地震後の悪環境下における二次災害と見られないこともないとされる。この地震で三浦半島突端が1.7メートル、房総半島突端が3.4メートル流起した。また、震源地から離れた海国先部の群内地方や甲府城下町、品の国松台でも被害が記録されている。落肩道と白くにまとめられた各藩の幕府への被害報告の合計では、 死者約6,700人、海野、流下は約2万8,000件となる。落忠道都市六にはまた、11月29日、環状奉行、小木原茂秀が、曲がり淵伊左衛門、鈴木井平部に、江戸城周囲の破損箇所の修復のことを命じたことが、記されている。片桐神左衛門控えには、11月29日の火災による被災者も合わせて、 地震火事による死者は21万1713人と、抗議のおとばりに記されたとあり、他に、地震火事による犠牲者数として、大室中期では22万6千人云々、はじめ広志後期には26万3 7七百人余りの、吉風分に、小座港とある。江戸よりも相模湾沿岸で家屋の倒壊が著しく、震度7と推定される地域も相模湾岸及び、 房総半島南部に集中した。道の区、京都でも勇敢であった。この地震による地殻変動で、三浦半島突端が1.7メートル、房総半島突端が3.4メートル隆起した。今村明常によれば、房総半島メラ4.7メートル、野島崎5.0メートル、三浦半島岬1.6メートルそれぞれ隆起したという。また、大磯付近も、 約2メートル隆起したと推定され、本地震は大正関東地震の震源域も包括していたと推定されている。また、松田時彦らの解析では、江ノ島の隆起量は0.7メートル程度とされている。遠方元年に描かれた房総半島南端の白浜町の絵図と明治17年に測量され製作された地形図との比較から、原独地震前の海岸線は、 現在より約500メートル内陸にあり、また現在の地形図との比較から、大正関東地震前の明治時代は、現在より約100メートル内陸にあったことが判明した。この付近に見られる海岸断球は最下部に、大正関東地震によると見られる、変異約2メートルで狭い幅の断球の上部に、原禄地震によると見られる、変異約6メートルの幅も広い断球が見られ、 さらにその上部に狭い弾球数段と広い弾球の繰り返しパターンがあり、対正関東地震クラスの地震と数度に一度、原力地震クラスの特に規模の大きな地震が繰り返されていることが判明した。地震後に暴風雨による洪水を抑えるのが困難になったとする元広港期の記述から本地震で江戸の海岸が沈降した可能性が高いとされ、これは対正地震で 羽田から船橋に至る東京湾北岸が1の2尺、沈降したことと共通している。このような南上がりの地殻変動は1923年、関東地震と同様であり、相模トラフにおいて北アメリカプレートが、症状する低角逆断層のプレート境界型地震であることを示唆している。ただし、トラフ軸の走行に対するフィリピン海プレートの 南東北西方向沈み込み方向の関係から、相模沖暴走半島までの断層モデルは1923年、関東地震と同様に右横ずれ成分を顕著に含む。対象関東地震と原力関東地震の想定震源域、地震調査委員会2004相模湾沖の対象地震の断層モデルに加えて、暴走半島が著しく隆起していることから、 暴走大きにもう一つ断層モデルを置くのが妥当とされている。さらに、推定深度分布のインバージョン解析から、暴走大きの震源域は1996年に発生した非地震性の滑り領域を包括しており、ここは短周期の地震波が発生しにくい領域であったとする説もある。マグニチュードは7.9から8.2と推定されているが、 古文書による各地の記録に基づく推定深度分布に頼らざるを得ない歴史自身であり、また津波や地殻変動などから仮定される断層モデルなどによる推定であるからその数値は不確定性を含む。川角広氏は規模 MK イコール6.6を与え、これは M8.2 に換算されている。断層モデルによるモーメントマグニチュードは MW8.1 と見積もられている。 また津波の規模から津波マグニチュード、モーメントマグニチュードともにマウント8.4、MW8.4 とする推定もある。中央防災会議の首都直下地震モデル検討会による断層モデルでは MW8.5 と見積もられている。相模灘から房総半島では津波の被害も発生し、熱海では7メートル程度の高さと推定される津波が押し寄せ、 500個ほどあった人家のほとんどが流出し、残ったのはわずか10個程度であったという。また、鎌倉では、鶴岡八幡宮の2の鳥居まで津波が押し寄せ、由比ヶ浜大鳥居が破損、伊東では川を遡った津波が水害を及ぼしたという。津波は三浦で6から8メートル、九十九里あたりで5メートル、江戸湾入り口の裏側で4.5メートルに達した。江戸湾内でも津波は、 影響を及ぼし、本所、深川、両国で1.5メートル、品川、浦安で2メートル、横浜で3メートル、野毛では3の4メートル、さらに、隅田川の訴状も記録されている。九十九里浜では、海岸から5キロメートル程度内陸まで到達し、現在の白子町では1000人、長生村では900人を超える犠牲者があった。また、 2005年に行われた立山市の原毒地震で離水したとされる原毒断球を調査対象としたジオスライサーによる掘削調査では少なくとも6枚の砂層の重なりがある。この6枚の砂層の周期的な重なりは粘土粒子が硬化するのに十分な間隔を置いて堆積したと特徴を持ち少なくとも6回の素上する流れが発生したことを示している。 伊豆半島東岸では一部祖状高が17メートルを越したところもあった。さらに北は釜石、西は土佐の須崎まで津波が届いた記録がある。八条島でも、22日夜八筋大地震一時ほど揺れた手形も、チレス大気なるなりもの松室市その上尾波打ち上げ、下国時原半分島、宮山、ユンデメテ打ち払い暇寄付、タルムギーも明日損申すと記録され、 伊豆大島では、津波によって、羽生池が、海とつながったことが記されている。紀伊では、二十三日目の時津波にて、奥、熊野大汗組、久喜浦にへ、有の記録もある。土佐でも、安政内海地震について記した、大変期に、昔、元禄十六期美年十一月二十二日投国書、ところどころ港口寺を満館に進みか、不定日の間、 245度も極秘不振するところに倒木。大地震小田原放令暗号数佐合津楼を入り死人。帯田時期と津波により潮が定まらなかったことが記録されている。東新橋一丁目にある潮止遺跡の調査で液状化の痕跡が発見されている。地震による揺れが最も激しかったのは小田原城下であり、家屋の倒壊。 火災被害は人大で1万件近く家屋被害に上ったが、小田原領分の復旧はその領主が義務を負うものであった。この小田原藩に対し幕府は、金1万5千両の復旧のための資金を貸し付、け、無利息10ヶ月付で返済する決まりとした。地震により、広範囲に崩れた江戸城石垣の修復は23家の大名鉄大武人によるものであった。 この不審は、江戸時代初期の天下不審のように、石材、材木のような不審材も鉄材大,大名が負担したわけでなく、幕府が準備した不審材が用いられ、各大名に資金と人足を出させるものであり、各大名のみならず幕府の負担も少なくはなかった。この修復を事実上差配した鈴木修理長よりが残した鈴木修理日記には、尊書の見聞から、 被害規模に応じた手伝い武士の大名氏名の国高による基準まで詳しく記述されている。江戸城や幕府領であれば、幕府主導のもと、各大名が手伝いに動員されご不審が行われたのであるが、大名領についてはその領主が責任の負わねばならず、幕府は貸付金を出すにとどまった。また、事故のように地震後の不設流言を取り締まるお触れを出した。 元禄自身は、社会不安を引き起こし、翌元禄17年には主事の拒絶への取り締まりを命じる待ちぶれが出されており、同3月には、法営への改言も行われた。法営元猿都市3月申し渡しの核1、旧統地震二府、拒絶され歩きそう老者の義に府、最善も街中ため愛いレコード頃、今も、不愛止め、平日は、揺ら境歌等も、作の、 猿ブレモの言うの言う葬文、ふとときにこう、教皇、名主、家主心がけ、さようこれものを言うのは、早速ほの、月番の番所へか申しで、若いんを受け、外より、総門後派の、名主、家主、五人組まで、固め、落ち度交換、この胸急動かさる激おけ総炉以上なお、伊豆諸島の新島では、津波で島が分断され、 現在の式根島ができたという風説がルフされているが、これは明治期に式根島の貴族をめぐり新島の島民が言い出した創作であり、新島村の孫子でも創作であると断定している。ありがとうございます。